すべてはつながっていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はキサキテッタについてお話をしていきたいなと思います。キサキとヒナとタケミチ、そしてシンイチロウくんが、タケミチが中学生に絡まれているヒナを助けようとした日に同じタイミングに居合わせていたということが今回明かされてきたわけなんですけど、なぜあの時あえてシンイチロウくんとタケミチが出会うというタイミングにヒナとキサキが同じ場所にいるように描いたのかですよ。もうすでにヒナを救うという物語については一応終わっているところではあるので、ここであえてつなげてくる必要って別になかったと思うんですよ。でもあえてここでキサキとヒナと新一郎くんとタケミチ、この4人をつなげて描いているということはやはりそこにも意味があるはずなんですよ。それこそ木曜日に出した動画の中では新一郎くんからタケミチがタイムリープの力を継承しているけど、新一郎くんから継承した時にマイキーを救うという目的も一緒に継承されているのではないのかって話をしていたんですよ。タイムリープの力を譲る場合はその目的も一緒に継承されていく、でも奪う場合は目的は関係なく力だけを奪っていく形になるのではないのかって話をしていたんですけど、タケミチが新一郎くんから目的も継承していたのであれば、あの4人のつながりですよ。タケミチとヒナとキサキと新一郎くんが同じタイミングにいて、あの時にタケミチの物語が始まったということは、新一郎くんからタイムリープの力というバトンを受け取ったタケミチがそこから自分の物語を走り始めるわけですよ。でそこでまず描かれていくのがタイムリープをしてキサキからヒナを守っていく、これが一つ目の物語になっているんですけど、それを通過した最後、その最後のゴールは新一郎くんから受け継いだ目的、つまりマイキーを救うという部分に繋がっているんですよね。キサキと戦ってヒナを救うというここまでの展開はマイキーを救うという目的にたどり着くまでの途中段階になっていたことになるんですよ。じゃあこのキサキとヒナという部分で考えてみると、まずヒナの方で行くと、ヒナはタケミチの夢のことを知っていたわけですよ。電車の中でタケミチに対してなりたいものがあるんでしょっていう風に言っていた。でその時タケミチは特にピンとは来ていなかったんですけど、今回の273話が描かれたことによって、あの時タケミチは新一郎くんに対して俺はあんたみたいになりたい、本物のヒーローになりたいっていう風に叫んでいるんですよ。ヒナはおそらくこの時のタケミチの叫びを聞いていたからこそ、あの時にタケミチを救ってくれたお兄さんのようになりたいと考えている。そしてそれをタケミチはヒーローと言っていたから、タケミチがヒーローになりたいっていうことをヒナは知っていた。列車の中でのタケミチとヒナの会話、あれも今回の新一郎くんの出会いとつながってくるような部分でもありますよね。じゃあキサキという部分で考えてみると、やはり気になってくるのはタイムリープについて知っていたことですよ。今回タケミチが新一郎くんから何かしらの力を受け取ったんだなっていうことはキサキも分かったかもしれないですけど、今回の新一郎くんの言動にはタイムリープに関わる発言っていうのは全くないんですよ。タイムリープというワードも発していないし、時を遡るっていうこの時に関することすらも言っていない。あの発言だけでタケミチがタイムリーパーになったという可能性を考えることは難しいんですよ。新一郎くんから力を譲られたタケミチの様子をキサキが見ていたことによって、コメントでいただいたのが、最初の未来でタケミチを突き落としたのは力を奪おうとしたキサキなのではないのかってコメントをいただいたんですけど、キサキがもし突き落としているのであれば、タケミチが一度タイムリープして帰ってきた時の未来に関してもキサキがタケミチを落としたことになっているはずなんですよ。でも戻ってきた時にタケミチを落としたことになっていたのはアックンだったわけですよ。1話での未来に関してはアックンは末端のチンピアになっていたわけなので、わざわざキサキが末端のチンピラのアックに指示をしてタケミチを突き落とせみたいなことを言うのかはわからないので、1話の未来ではアックンは突き落としていないんじゃないのかっていう話をしていたんですが、タケミチが一度過去に帰って戻ってきた時にはアックンは清正を刺すという出来事がなかったから東京卍会の幹部になっていたんですよね。だからこそタケミチのことを突き落とすということがキサキからの命令ですることができていたわけなんですけど、仮に1話の未来でタケミチを突き落としたのがキサキなのであれば、アック
君が末端のチンピラになっていようと幹部になっていようと変わらず木崎が竹道を突き落とそうとするはずなんですよね。突き落とした人物が力を奪うことができる。そうなってくると木崎が竹道を殺さないと意味がないわけですよ。ただ最初の方の未来でやはり気になる部分っていうのは一つ残っていて、それが屋上であっくんと竹道が喋っている様子を陰で聞いていた木崎なんですよ。あっくんが竹道に対してお前ひょっとして過去に戻れんじゃねえのかみたいな話をしている時に、その話をすべて木崎は物陰から聞いていたんですよ。あの時なぜ木崎がわざわざあの話を聞きに来ていたのかですよ。あっくんが竹道に過去に帰れんじゃねえのかって話をしたのは、確実に竹道が列車に引かれるタイミングに突き落としたのに、直人がそのことを知っていたかのように助けに来たこと、あれが竹道が過去に戻って直人に伝えたからなんじゃないのかっていうことをあっくんが考えたやろうし、それプラスあっくんは過去に戻ってお前が助けたいのはあいつかっていうことを言っていたので、すでにあのタイミングでは死亡しているヒナのことを救いたいって竹道が考えていることをあっくんは見抜いたんですよね。それはやはり過去に戻るという力を竹道が持っている可能性に気づいたからだと思うんですよ。そしてその話を木崎が陰から聞いていたということは、あっくんからの話を聞いた木崎が竹道には過去に戻る力があるのかもしれないっていう、そういった考えに木崎もなったからだと思うんですよ。木崎に関してはあっくんとは違って新一郎くんから何かしらの力を受け継いでいるシーンを目撃しているわけですよ。もちろん木崎に関してもあの時竹道に力を託した新一郎くんがマイキーのお兄ちゃんだっていうことは知らないとは思いますけど、そういえばあの時竹道は何か力を託されていたなっていうことにもつながってくるのであれば、あの時竹道は過去に戻る力、つまりこの過去と未来を行き来するという力を託されていたのではないのかっていう考えに木崎は至ったと思うんですよね。木崎のモデルとなっている人的に考えてみてもめちゃくちゃ IQ が高いわけですよ。そうなってくるとそれだけのヒントで竹道の持っている力に結びついている可能性もあるので、木崎という人物に限って考えると、すでに序盤の方の未来で木崎は竹道にタイムリープの力があることに気づいてしまっていたのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあ、ただ竹道の力に気づいた木崎が未来の木崎だからこそ、過去の木崎に関しては関東事変が終わるところまで確信を持てていなかったところではあるんですけど、竹道のあのシーンを見ていたからこそ木崎は竹道に何か力があるということも考えつく。でそれ以降ずっと木崎は竹道に邪魔をされていく人生になっていくわけなので、なんでこいつこんなに俺の邪魔ができるんだってなれば、過去の木崎からすると逆にあいつ未来分かってんじゃねえのっていう風になるので、タイムリープという力を竹道が持っているということに結びついていくわけなんですけど、あの未来でのあっくんは木崎の言いなりだったわけですよ。あの時あっくんが飛び降りたのは木崎から逃れるために飛び降りたっていう風に考えることもできるんですが、あっくんが飛び降りるという行動すらも木崎に仕組まれていたことなのではないのかっていう風に思ったりもするんですよね。まあ、あの未来に関してはすでに書き換えられているものになってくるので、今後特に繋がってくるっていうわけではないんですけど、ここに関してもねだいぶ前に話しているところではあって、実はあの時すでに木崎が竹道のタイムリープに気づいてしまっていたのではないのかって話もしていたんですけど、その時にも話していたのは、あっくんはあの時竹道に全てを託すような形で飛び降りていった、その行動っていうのは竹道の目の前で千冬が木崎に撃たれる時に竹道に千冬が託したような形にもなっていたんですけど、あの時あっくんが飛び降りた理由、その一部始終を木崎が近くで見ていたっていうのがあるので、あっくんは事前に木崎から竹道と話をして、竹道がタイムリーパーなのであればお前は屋上から飛び降りろっていう、そういった話をしていたのではないのか。なんでそんな命令を木崎があっくんにしていたのかっていうのでいくと、まず一つは竹道がタイムリーパーであるかどうかを確かめるためですよ。あの時のあっくんの発言っていうのは竹道がタイムリーパーかどうかを確かめるための発言だったとも言えるわけですよ。お前過去に戻れるんじゃねえのかっていうことを言っていたりとか、ヒナを救いたいと思っているんだろうっていう、そういったことを言っていた。であっくんは竹道との会話の中でやはり竹道は過去に戻れるんだなっていうことを確信して飛び降りたんだと思うんですよね。そうじゃないと竹道に対して俺たちを救ってくれっていうことを言うはずがないので、もちろん俺たちを救ってくれというあの発言には竹道に俺たちを救ってほしいっていう、そういった気持ちがあったとは思うんですけど、竹道に過去を変える力があると確信したから飛び降りているんですよ。飛び降りて死んでいるんですけど、結局竹道が過去を変えるのであれば、あっくんは生きた状態の未来になるっていうことも分かっていたはずなんですよ。新しくでき
き上がった未来でもあっくんはキサキを怖がる人生になっている可能性も十分あるんですよね。実際にあの後の未来でもタケミチとヒナのことを殺しに来ているのはあっくんになっているので、あの後に未来を書き換えているけど、あっくんは結局キサキに脅されている人生になっているんですよ。そうなってくると、あの時あっくんは飛び降りたところでキサキから逃げられているわけではないんですよね。そうなってくると、あの飛び降りるという行動すらもキサキに命令されていたのではないのかっていう風になるわけですよ。キサキはアックに対して、タケミチがタイムリーパーなのであれば、お前は屋上から飛び降りろ、あいつがタイムリーパーなら過去に帰ってお前を生き返らすことができるっていうので、タケミチがタイムリーパーかどうかを判断するためにアックに飛び降りさせたのではないのかっていう風に思うんですよね。で、まあもう一つの可能性としては、キサキの中ではもう力が継承されるということを分かっているわけなので、もちろん力が継承されるとは言っても、どういった形で力を受け継ぐことができるのかっていうのはキサキはまだ分かっていないとは思うんですけど、タケミチのことを列車に突き落としたアックンにもしかするとタイムリープの力も受け継がれているかもしれないというふうに考えていたのであれば、アックンが飛び降りることによってアックン自身がタイムリープをする可能性もあるし、タケミチが過去を変えるという可能性もある。どちらにせよ結局アックンは未来で再び生きるようになるから、そういった命令をキサキがしていた可能性はありますよね。タケミチがタイムリーパーなのであれば、それに対してキサキは何か対策を練らないといけないと思うし、逆にアックンがタイムリーパーなのであれば、キサキはそれを利用しようと考えたのではないのか。そうなってくると、屋上でのタケミチとアックンの会話を物陰で聞いていたあのキサキですよ。アックンが飛び降りた後に、ちょっとキサキは不敵な笑みのような表情を浮かべていたわけですよ。あれは全てタケミチがタイムリーパーであるかどうかを確かめるためだった。新一郎くんとタケミチの出会いを目撃していたキサキは、タイムリープの力がタケミチにあることをあの序盤ですでに気づいていたのではないのかっていうふうに思うんですよね。はい、では今回はキサキテッタについてお話をしました。ぜひこのチャンネルが面白かったらコメントよろしくお願いします。ということで、今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。